震災後テレビとかいろんな政府とかね、いろんなやつ騙されたって俺も思ったよ。思ってるやついっぱいいたと思うけど、俺の経験上騙すやつをね、いくら排除してもまた騙すやつって現れるんですよ。だから騙されるやつが残ってるうちは、裏切りもそういう詐欺みたいなことも繰り返されちゃうから、だからまず騙すんじゃねえっていうからには、お前らもう騙されんじゃねえよっていう、これが俺のメッセージで、音楽って残念ながら音楽の力だけじゃ現実って変えらんないんだよ。なんでそんな世の中変わらないかもしんないのに、俺とかがやってるか、山本太郎がやってるか、三宅がやってるか、難波君がやってるかって言ったら、多分何ができるか分かんないけど、何もできないわけじゃないと思ってんだと思うんだ。それがそういうことを思わせてくれるのが俺は音楽の力だと思うし、音楽は現実を変えないけど、誰かの秘めた思い同士をつなげちゃったりとか、誰かのとこに、なんだろう、そういう秘めた思いをそこの中にちゃんと残してくれるから、本当の声を受け取った人が育んでくれて、膨らましてくれて、人につなげて、それで溢れさせて、それで俺たちの世界を冒涜しようとしてるタブーっていうダムみたいな、もうそういう本当の声で溢れさせて決壊してやろうと俺は思ってるし、いや本当は恥ずべきことが進行してると思うよ、うんうん、原発輸出なんてありえないよ、ありえないですよ、ありえない、うん、やっぱ今福島で起こってることっていうのはね、もう本当みんな分かってることやと思うけど、もう全然収束してないわけであって、まず大体にして原発事故の原因自体はっきりしてんよ、してないですね。原発っていうもんが人間が作り出したもんであって、それに対してやっぱ 100% これは安全ですっていうことは絶対言えないと思ってるから、うんうん、なんかそこを推し進めてってもしょうがない。もういわゆる推進側の、ね、原子力委員会がな2011年の10月ぐらいの段階でね、この10年以内に福島原発事故規模の原発事故がまた起こるっていう試算を常に実は出してるのよね、推進側が、ね、これもあまりというかほとんどマスコミは報道しないよね、うん、これね、まあ、大体に経済的にもね、もう1回2回事故起こったら、うん、もう本当に経済的にも立ち行かないよ ね、まあ、そうですね。だから経済的に原発が必要っていうのも結構破綻してるよね、その動きがね。風が吹く港の方から駆け跡を絶つより戻すから、悲しくて全てを笑う I'm not sure.